はい、はい、こんにちは、まえチャンネルまえはらです。はい、今日はこちらでございますね、手裏剣人です。この前ね、手裏剣人の、この忍び丸の状態、そう、これはやってみましたけど、手裏剣人ね、今日の放送でね、手裏剣人ドラゴができたので、それをやってみたいと思いますね。それとちょっとこんな感じ。こんな感じだったね、はい、ではこれから手裏剣人ドラゴンにしてみましょうか。はい、そしたらまずはこのお供人手裏剣を外すね、外します。はい、そしたら忍び丸も下ろします。はい、でこっちの左手のドラゴン丸を取るね、ドラゴンシールドを外して、今回このシールドをドラゴンシールドって言ったね。そう言ってたね、でこの足の部分を出すと、でこんな感じで、忍び丸みたいな感じで座らせるね、最初こんな感じだよね、足がなんかこう出っ張ってる感じなんだけど、手裏剣人ドラゴ自体は膝を曲げて、でこう前かがみなんだよね、こうこんな感じ、そうだから足はこれでいいんだよね、で次に剣を外す、で後ろ向くと、でこのジョイントとこのジョイント、出っ張ってる部分とへこんでる部分をくっつけます。これで尻尾になるわけだね、でさっきのドラゴシールドを分離して、この部分にセットだな、羽になるわけだ、こんな感じだね、今度は忍び丸を手にするんだよね、そうこんな感じだね、はい、そして左、左手だね、左手にセット、これで忍び丸が左手にセットされました、そしたら次にこの頭の部分にこのお供人手裏剣のブレードを外しますね、手裏剣人ドラゴン用のブレードに付け替えるね、はい、そうだね、そしたら顔を口にするそうなんだよね、顔の部分が下顎になるんだよね、ドラゴンの、でこのドラゴン丸の耳のところにボタンがあるから、これをつまむとここがへこむので、それにこのお供人手裏剣のここ、へこんでるとこを刺す、こんな感じだね、これで手裏剣人ドラゴの完成ですね、これ結構良かったよね、空飛んでたしね、ブワーってね、そうだね、こんな感じ、今回のこの手裏剣人は、2モード合体っていうのは最初からいいね、手裏剣人と手裏剣人ドラゴン、お得感がすっごいあるよね、ただ手裏剣人ドラゴンだった時は残念だけど武器がないね、そこがちょっとあれかな、残念、まあ尻尾外してね、尻尾外して尻尾をこう武器にしちゃってもいいのかもしれないけど、変かな、まだ尻尾なくてもいいしさ、これね、腕上げると羽取れちゃうんだな、ここはね、ここはちょっと干渉したんだよな、こっちもそれ同じだっけ、こあ、忍び丸の方だ、左腕は大丈夫だ、忍び丸はね、ちっちゃいから、手裏剣人ドラゴンした時は刀は忍び丸かね、忍び丸か持たせればこれで攻撃できるわ、こんな感じだね、よかった、去年の特急ジャンもそうなんだけど、敵型のロボットが全く出てこない、あのプレミアムバンダイでは出てきたけどさ、今回の2忍者どうなのか分かんないけど、できればちょっと敵型のロボットとか出てきてほしいよね、あロボットじゃねえのか、妖怪か、妖怪よ、でもそうするとこれでさ、戦いごっこできるからさ、本当はそういう遊び方がしたいよね、今だとさ、このスーパーロボニャンぐらいしか敵がいないよ、敵のロボットだね、そう敵のロボットだよね、まさに、はい、ということで今回は手裏剣戦隊ニンニンジャーの手裏剣人ドラゴ